ワンチャンドトリックス、ストレイ、キッズがレーザーハイライトをしてきたビデオで回っている。以前、ストレイ JIDBUGSUSC20 の中国参戦以下への参加に対する脅迫があり、ファンを心配させていた。ストレイ JIDBUGSUSC20 の安全に対する不幸の懸念は今月から始まった。当時、レーベルの状況には、デリックスの安全が脅かされ、当時に関する誤った情報が拡散される可能性があると期待されています。それ以来、ステイは JYP エンターテインメントにメンバーの保護についてより厳格になるよう要請してきた。先月の投稿では、7月16日にチンタオで開催されるファン大会に参加するフェリックスと他のメンバーにレーザー銃を向けると具体的に脅迫していた。このレーザー照射は目に当たるとほんの数秒で永久的な視力を失う可能性があるため明らかに危険です。生産が心配している最中、フェリックスとバンちゃんに向けてレーザーを発射した動画がソーシャルメディア上で拡散した。彼らが車に乗り込む準備をしている瞬間が記録された。動画では、ファンがフェリックスの名前を叫ぶ前にバンちゃんの名前を呼んでいる。緑色の光の筋が、彼らの周りで点滅しました。ステイはずっと、代理店にメールを送っていたにもかかわらず、この出来事がカメラに捉えられ、ファンはさらにイライラした。ステイは、JYPENT に対し、ストレイ KIDBUGSUSPND のメンバーに被害を加えようとする者に対して、より積極的に法的措置を講ずるよう求めている。彼らはまた、当局が、会員の保護を強化できることを期待している。ファンの一人は、これは非常に容認できない。JYP リーダー、これについて何かすることを待っているのは、我々は常にアーティストの健康と安全を第一に考えているということだと語った。他のファンは、なんだこの兄弟、グループを傷つけようとするほどそのグループを嫌いになることはできない。子供たちが誰に対しても何もしないなんて本当にうんざりだと語った。